今日は2回目のニコ生ということで、今日は素晴らしい小ネタをご用意しました。こちらにこのどこにでもある超安いハンガーがあります。これ知ってますか？これを頭にはめると、ちょっと頭が、せーの、おお スタッフさんも誰も信用してませんけど、これマジなんですよ。これ逆側にね、こうやってやるでしょ。いくよ、せーの。ちょっと待って、今ちょっと力があれだね。力を抜いて。全然信じてないですよ。後で貸してあげますから。貸しつついでにちょっと私台本忘れてきたんです。で、台本をゲットしたところで、今日もわたもってのニコ生を始めていきたいと思います。ぜひ皆さんニコ生終わったらやってみてください。ソロプレイヤーの皆さんもこんばんは。もこっちとこと黒木智子を演じています、吉田泉です。この番組は現在好評放送中のテレビアニメ、私が見てないのはどう考えてもお前らが悪い、通称わたもての魅力や裏話をお届けするソロプレイヤーのソロプレイヤーによるソロプレイヤーのためのニコニコ生放送です。さっきのハンガーネタはですね、後日ラジオで流れるソロ遊びのコーナーでございますので、ぜひ皆さんラジオも聞いてくださいね。ということで、ソロプレイのニコ生2回目、今回もゲストはいらねえし、ということで一人、ちょっとスタッフさん、スタッフさん、私ニコ生やってんすけど誰も聞いちゃいねえ。みんなハンガーに夢中みたいです。みんなもハンガーじゃなくて私のニコ生を見てください。ということで、前回はですね、予定していたコーナーがぶっ飛びまして最後まで送ってしまったので、今回は急ぎ急ぎでちゃんとコーナーを全部やることを目的としつつ、円盤をみんなが買ってくれるような楽しいニコ生をしたいと思います。わたもてのオープニングテーマ、鈴木好み、キバオバーキバ、私が持てないのはどう考えてもお前らが悪い、そして私が演じる黒木智子が歌うわたもてのエンディングテーマ、どう考えても私が悪くない、リリースされました。いやでもなんか iTunes のストアではすごい。だからさ、ハンガーじゃなくて。いやでも iTunes のランキングでもオープニングが総合3位で、アニメジャンルでは1位で、エンディングもアニメジャンルで3位を獲得という、ありがとうございました。このランキングが CD を売り上げの方でもなるといいな、ということで、まだきっと週刊は間に合う、今すぐ走るか、今すぐ走っちゃダメ、終わってから走るかポチリするか、ぜひ皆さん CD もよろしくお願いします。カップリングはね、ゆうちゃんが歌ってる可愛い曲、でもこの話はまた後でしたいと思います。アニメはテレビ東京では第8話までが放送されましたが、感想メールも来てるのでメールのコーナーで読みたいと思います。これオープニングはね、4分で終わらせなきゃいけないので。さあ、この生放送中ではソロプレイヤーの皆さんからのメールを募集します。アニメ、わたもての感想、私への質問、メッセージなどなど思いついたらどんどんメールを送ってください。それでは、私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い、モテないしニコ生ソロプレイスタートするか。この番組は一人でも多くの方が DVD ブルーレイをポチリしてくれることを願いつつ、吉田泉がお送りしております。ということで、モテないしメール紹介するか、番組を見ているソロプレイヤーの皆さんからのメールを紹介したいと思います。あった。はい、これ何ね、ソロプレイネーム
トーマさんからいただきました。キッタさんこんばんは。もこんばんは。今週アニメのオープニングとエンディングのシングルがリリースされましたね。うん、黒木智子 CV 期待済みの、どう考えても私は悪くないよ、とりあえず13枚買ってみて友達に布教しようとしたのですが、友達がいないのでまだ手元に9枚残っています。友達が欲しいです。なるほど、私もあげる友達一人しかいなかったんで一人に布教しましたが、でも4人友達がいるってことでしょ。この番組を見ている人は一人も友達がいない人がいるんだよ。そういう人の気持ち考えたことあるんですか？そういう人の気持ちを考えてメールっていうものは送ってくるものですよ。はい、次行きます。キッタさん、スタッフの…あ、違う、ソルブレイネーム綿人さんからいただきました。これ私は一人って意味かな、まあいいや。キッタさん、スタッフの皆さん、放送お疲れ様です。ありがとうございます。アニメの方毎回楽しませていただいています。お話の方も面白いのですが、何よりも他のアニメでは絶対に言わないようなセリフを普通に言ってるところが綿むてのすごいところだと思います。そこで質問なのですが、アフレコ時など現場の様子はどんな感じなのでしょうか。あれ下ネタ的なセリフも真顔で言ってたりするのでしょうか。私仕事でやってるんで真顔でやってます。次行きます。ソロプレイネームスプさんからいただきました。ありがとうございます。伊豆様もこんにちは。もこんにちは。わたもてが放送されてから家族や友人以外からの反応でこれはといったことを言われたことはありますでしょうか。また各職のメンバーからの反応などもあればぜひお願いします。各職のメンバーからは一切何も言われたことがありません。きっとおそらく深夜まで起きてる子はいないと思うので、きっと見ていないと思います。どうなんでしょうね。家族や友人以外からの反応ですか。あ、私のリアルゆうちゃん的な友達からはすごい、伊豆ちゃんめっちゃ面白かったよって言われて、リアルもこっちの友人からはちょマジこれみたいなことを言われましたが、家族や友人、あれ質問です。家族や友人以外って誰ですか。あ、ファンの人ってこと。あー、ファンの人からはキッタさん仕事選べよ。いや、なんかまあ下ネタみたいなことをいっぱい言ってるんで、でも私的にはまあよくボソッとは言ったりしてたので生きやすくなりましたね。私そんな、まあなんつうんですか、若いアイドルみたいにそんな下ネタなんて言わないですみたいな、もうそんな年は超えたのでだいぶ生きやすくなりました。続いてソロプレイネームコンコンさんからいただきました。ありがとうございます。このアニメで出てきたモカフラペチーノを一度飲んでみたいのですが、注文の際言い間違えてしまいそうで心配です。伊豆様はちゃんと言えますか。そうですね、ここにキャラメルフラペチーノ。すいませんね、皆さんの期待には応えられませんでした。あ、でも私さっき控室で普通にスタッフさんと喋ってて間違えて言いましたので、いいんじゃないですか。間違えて言っても多分周りに惹かれるだけで、今と変わらず友達はいないだけだと思います。続いてサルプレイネーム星宮かのんさんからいただきました。ありがとうございます。伊豆様こんばんは。いつも頭で楽しく見させていただいております。ありがとうございます。キーちゃん会で土下座をするシーンのもこちが本当に不憫で涙なくして見れませんでした。もうこの際もこちはゆうちゃんかキーちゃんに狙いを絞って彼氏じゃなくて彼女を見つければいいのではと思うのですが、より好きの伊豆様は頭手でより妄想をしますか。気になります。妄想も何も昨日発売された女神マガジン
誰か買った方いますか？あれについてたピンナップ、私もあのツイッターでアップしたんですけど、なんつーかよかったいや、やっぱりさ、やっぱりさ、なんつーの、つーかもうこっちがとかじゃなくて、ゆうちゃん、もうこっちがゆりになっても何ら燃えないんですけど、ゆうちゃんがゆりになったらやばいですよね。誰と誰って言うほどキャストがいないので誰かける誰もゆうちゃんともこしかいないみたいなありますが、いいですね。誰か薄い本出したら私に送ってください。続いてのメール、私があれですね、サクサクとぶった切りすぎてメールが足りなくなりました。さあここでメールが、あー来た、あめっちゃ来た、来た、あちゃ、ソルプレイネームあまちさんからいただきました、ありがとうございます。きったさんこんばんは、ぽっち歴3年の中級者の男です。3年で中級者なの？イケメンは一人でいてもぼっちと呼ばれず、ここの狼的な存在、クールとプラスに評価されるのはおかしいと思います。僕らが一人でいても人見知り、暗いとマイナスにしか評価されません。キッタさん、どうすればこの格差を埋めることができると思いますか？それは僕らみたいな人としか遊ばなきゃいいんじゃないですか。イケメン、何をもってあんたイケメンって言ってんのって言ってやればいいんじゃないですか。そもそもあれですよ、何ですか、何にもありません、次いきます何も考えてなかった。続いてゆりじゃないゆりネームってなんだよ、ソルプレイネーム、お部屋が友達さんからいただきました、メスって書いてある。キッタさんもこんにちは、こんばんは。私は星座占いで順位が悪い時にラッキー〇〇に頼りたいのですが、そのラッキー〇〇が〇〇な先輩とか〇〇な友達とかだと本当にがっかりします。いないんですよね。はキッタさんは占いは信じますか？アニメわたもて、わたもてラジオともに毎週楽しみにしています。これからも応援しています。あれですよね、あのリア充が読みそうなあんあんみたいな、あのあの本とかにあるやつですよね。でも私ぶっちゃけそういう占い読んでる女子の中に入れない人なので、よく現場とかでもそういうあんあんみたいな雑誌を見ながらみんながなんか、あこれってそうなんだとか、あこんな月いいらしいよとか他の色の子たちが言ってたりしたりするんですけど、私一切入れなくて、そもそもそういうガールズトークというものが苦手なんですよね。そもそもさ、別に占いなんてさ、どうせみんないいことしか信じないし、でもなんか占いでわーとか言ってる、なんか自分可愛いとか思ってるやつ多い気がする。次いきますソロプレイネーム井の頭さんからいただきました、ありがとうございます。もこんにちは、もこんにちは。今日美容院に行きました。美容院はぼっちでも全く当たり前で人の目が気になりません。しかし美容院さんとのコミュニケーションがあります。自分はチリチリのくせっ気が嫌なのでパーマを頼んだのですが、人に耐性がなくもじもじしていたせいかパンチパーマにされてしまいました自分が悪いんですが取り返しのつかないことに。明後日は学校、普段ネクラでぼっちの僕がパンチパーマ、先生に先生に心配されるのが怖いです。伊豆様ももじもじしてしまい失敗した経験ありますか？
あ、でも私も美容院は行けなかった口なので。でもあれですよ、美容院って話しかけてくる人と来ない人がいると思うんですが、私が今行ってる美容院は通ってからもう2年になるんですけど、天気の話しかしたことがありません。何にも、何やってるんですかも聞かれないし、こうお店入って、あ、なんか今日天気いいですね、あ、そうですよねから1時間半遠くないんですよね。だから多分そういう美容院に行けばいいんじゃないかな、新宿のとあるお店ですけどそういうところを探して行くのがいいと思います。もじもじしてしまって失敗した経験は今思いつかないので、またいつか話したいと思います。終わっていいですか皆さんたくさんのメールありがとうございました。後半でも紹介する予定ですので、まだまだお待ちしています。どうせ暇なんだしメール送れよな。さて、ここで一曲お届けしましょう。わたもてオープニングテーマ、鈴木好みんキバオバアキバで、私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い。エンドカード募集でもするか。現在ニコニコ星画ではニコニコ動画で配信するわたもての番組終了後に表示されるエンドカードをユーザーの皆さんから募集しています。今回は応募作品の一部を皆さんと一緒に見てみたいと思います。なんか悲しいコーナーですね。音楽がじゃん、なんだじゃんっていうノリでもないな、この音楽。見て、何食べてんだろう、何食べてんだろう、わかんないけど、とりあえず超かわいい。ハフ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 。続いてじゃじゃーん、どこれ。でもなんかオープニングにありそうな、来週こそ惚れろモテろ。あ、でも私オープニングの曲のキバオバアキバさんの部分を家でもこっちで一人で歌ってるんですけど、このみさんと二人で、いつかこのみさんと歌いたいな。見てないかな、このみさん関係者の皆さん続いて、あ、こいついる、かわいい。く、あ、明日こそは頑張れもこっち。これゆうちゃんかな。続いて、あ、これあれじゃないですか、中学時代の冴えないゆうちゃん。こんな子だったのにね、今じゃあんなにプリンプリンになっちゃってあー、いいですね、この頃楽しい。だってゆうちゃんもこの頃がなんか戻りたいって言ってたもん、歌で。続いて、あれ、もうもうこっちはどこだ、ここだ
これクラスの子たちだね。いやー、いつもビッチな会話をしてる子たちがメインになってしまった。もうこれ何のアニメかわかんないですね。続いて、かわいい。来週も見てね。私こういうなんつうんですか、二等身キャラみたいなの好きですね。こいつポケットに入れて歩きたい。あ、年を取ると指が乾いてきちゃって。あ、これはいつかのラジオのネタです。じゃん。あ、これはもっこもっこもーみたいなやつですか。でも「もっこもっこに」って書いてある。もしやの、似てますよねこれね。あ、かわいい。っていうかもこっちくまなくなったら超かわいい。もこっちでもこの年からクマあったらもうどうなんですかね。私の年の時も大変なことになっちゃいますね。あ、かわいい。もこっちですか？もこっちですか？三つ編みしてるよ。かわいいけど、ちょっと美少女すぎるだろう。あ、元に戻った。みんな超かわいいっていうか、なんか絵がうまい人っていいですよね。私も生まれ変わったら頑張ろう。さあさあ、前回のこの放送でテーマを浴衣でイラストカードを募集したところ、たくさんのご応募いただきました。ありがとうございました。その中からいろいろ見てみたいと思います。じゃん。またもてまた見てね。誰だよ。あれ、もこっちですか。この手誰だろう。ホラー？もしかして。この手誰の手ですか？わかんない。かわいい。っていうかあれですね。ぼっちはぼっちでもこういう表情すると、なんか無口の美少女で、ちょっと綺麗なお姉さんみたいになりますよね。ぼっちって。2種類いるんですね。みんなはどっちの種類ですか？続いて。ふう。誰ですかね？あ、これは？男の人の手？がある。あれ？もしかして、モコの初デートっていうことですか？はあ。でもちょっと、モコ10年後とかかな。モコの10年後はきっとこんな美少女になって彼氏と一緒にお祭りに行ってんだって。へえ、そんな未来誰も期待してねえよ。続いて、もうこれこそ誰ですか？これはモコ5年後。ああ、5年後なのかな、わかんないけど。もうちゃんと花火見てますかって、なんかちょっと誘ってますね。こんなもこっち嫌だ。あ、なんかちょっとあれみたいですね、あの芸人さんみたいですね。こんなもこっちは嫌だ。続いて、ただわ、大変。本気を出せば来週こそ。あ、これでも予告で出たらいいですね。なんかエンドカード出たら来週は頑張ろうみたいな、ポジティブモコちゃんが、あ、モコっちが。でもなんか「タッパー」って入ってる。 タッパーって何ですかね。今度タッパーってやってみようかな。あ、これも彼氏がいる。こんな未来嫌だ。はーい。ということで、この他にもいっぱいありましたが、この中からエンドカードを選ばれるかもしれないし、はたまた違うのかもしれないし、この後の24時半からの第8話、も8のエンドカードで出るので、ぜひ皆さん24時半からのニコ生を見てください。そして今回も特別に、来月9月28日、土曜日に配信がスタート。あ、そして今回も特別に、ん？あ、
来月9月28日土曜日に配信がスタートする第12話のエンドカードをテーマ付きで募集したいと思います。最終話ですよ。最終話なのでそれにちなんだテーマです。テーマはぼっちじゃない、もこっち。あるのか、どうなのか。あー、ぼっちじゃないということで、第1話からいろんなキャラクターが他にも出てきてもらいましたが、そのキャラクターとかを書いてぼっちじゃないもこっちを送ってくれたら嬉しいです。いろいろいましたからね、イケメンからブサイクな男まで誰を選ぶかはあなた次第。皆さんぜひご応募ください。募集していただいた作品は次回のこのニコ生特番でもご紹介しちゃいますので、皆さんどんどんご応募ください。みんな杉田、杉田、いや杉田さんじゃないよ杉田さんがブサイクなわけじゃないよ詳しい応募方法などはわたもて公式サイトをご覧ください。以上、モテないしエンドカード募集するかでした。